お疲れちゃん座ったです。今日ですね、ミラー発戦道3日目やっていきたいと思います。ということで、引き続きですね、こちらのデッキでやっていきたいと思います。もうすぐ言うのだったり、まあ、なんかカードがね、乾燥しそうですね。ワンチャンスケ、ミリ届きません。ということで、早速ね、やっていきたいと思います。前回のまあ、ほぼ続きですね。まあ、ちょろっと動画外で、まあ、やったんですけど、なんか意外と、勝てなかったですね。気づきました。結構集中してやんないと、このデッキ勝てないっていうことに。なんで？ちょっとこれ、もう一個上ですね。僕のトルネードの位置がですね、最近定まらないっていう、やばいですね。本当に一番大事、トルネードの位置です。で、今回、相手のデッキは、もうホグということはもうトルネードが入っていないので、普通はね、普通入っていないので、ガンガンね、もう裏ディガーとかね、読みでやっちゃっていきましょうか。さあ、いやー苦しそうだけど、これキング起動したいとか思ったけど、キング起動してましたね。さあ、でここはここですね。ここの位置にやるとちょっとだけ早めに来てもいけると。でウッドかまして、いいね。さあ、今回の相手がタルベ13だから、まあうまいってことですね。タルベ14でここにいる僕よりもタルベ13でいるってことは、単純にあなたは私よりうまいということです。はい。ということで集中していきましょう。で、ケツバルキー来たので、もう始めプリンですね。ウッド持ってる間にケツからプリン出しても、何も意味は出さないんですよね。ただの、なんだ、飾りになっちゃうので、まあ、相手がウッド持ちの時は、ちょっとゴリゴリ仕掛けていきたいよねっていう。さあ、で、しっかりね、トルネで、痛い！これマジでトルネ、下手すぎてやばい。ちょっと待って。今日お酒飲んでるんすよ。これ前も言ったな。最近、お酒飲むのにちょっとハマってるっていうわけではないんですけど、まあ飲む機会がちょっとね、絶対昔よりは増えたんでね。酒飲んだんで許してください。っていう言い訳しときます。お願いします。さあ、スケか？ロゲホー。いや、もうちょっとあれだけでね、ありがたい。いや、マジで。この相手のホグのタイミングが絶妙なのよね。さあ、これはタイミング早ければ一発も入らない。ですよね。さあ、一旦、無意味なね、プリンを出していきます。どうせウッドで引きちぎられちまいます。さあ、早歩でした。まあ、早歩ならいいや。暇なのでウッドで削って、ウッドで削ると、前回あったんですけど、この暇な時のウッドミラーをしたことによって、前回、あ、待って、やばい。本当にやばい。いや、待って、やばい。あ、すべてがやばい。え、なにこれ？俺じゃねえ。これ俺じゃねえな。誰の代行だ？ガチで、普段ならこんなことなんないと思うんですよ。おい！美味しい。いや、プリンセス強っ。もうただただプリンセスが、ああ、めっちゃいいそれ。でも俺のこのね、ミラーコウモリは読めまいと。からの？完璧すぎるウッドで？ああ、やばい。完璧すぎないウッド。始めプリンで終わりです。おめえ。警戒してください、プリンセス、しっかり。オシャンティーにトルネミラディや。おーやーい、さあ、さすがに。なんか相手がこれ、もし、まあ、クエイクだったらよ。クエイクだったら、一生守られて、敗北とかも、まあ、ゼロではないけど、クエイクの呪文も落ちたし、まあ、ホグには勝ちたいかなっていう、神相性でしたね。いや、ガチで気づきました。このデッキは、思ってる以上に大変です。やることが多いです。思ってたよりもね、100倍ぐらい高回転だったんでね、もうちょっとコスト落としたいね。マジで、トルネードの位置は基本的なのがあって、まずここの、これの内側の1個です。ここですね。ここでやると、めっちゃやりやすいです、近起動。はい。ちょっと早くても遅くても、近起動マジでできるんで、まあちょっと早くても近起動しやすい。ダメージ受けないので。うわ、相手、ネタバレくん来た。2.6 億です。勝ちました。はい。このトルネの位置をマジでさまようというかね、ここですね。はい。で、これも相手 2.6 億お休みくんなので、なんで 2.6 億で、おい。どこがホグやねん。やばい、これはね、金魚できないかも。いや、めっちゃいい。あ、急に目覚めましたね。いやー、しかも、まあ、ここはダックプリ、
スケウッドぐらいか。で、タワー前来た時に、まあ、関係ねえか、この命なら。はい、さあ、ダークベリーランバーベビーってことは、ロイ J、2.6 でもない。全然違う、ロイ J、あなた 2.6 億のクラウンから今すぐ脱退しなさい。俺に負けたら脱退です。行ってこーい。さあ、もうプリンチートです。いや、ガチでロイですね。まあ、ワンチャンのゴレもあるですね。あ、でも待ってたからゴレの可能性あるね。いや、でもロイの可能性もあるんですよ、一応これね。さあ、U の追加までしたことによって、相手は混乱です。混乱ピーポー。でさ、これは、ちょっとだるいな。プリンぐらいで、ちょっとね。いや、待って、思ったより痛い。思ったより100倍ぐらいな。痛すぎる、これでも見てください。プリンセスに、これメガゴ来ます。メガゴ来るよね。こんにちはのコウモリ追加からの今度かい打算かいそこは。いやーめっちゃ受けすんや。いや絶対今のさメガゴを出すね普通は。え待ってライドラやばい。聞いてない聞いてない。なんか相手煽ってね。笑ってたよな今。笑われるのはどっちだい。まず20勝スタンプ持ってるぞアピールを一旦しとく。いやーこれ守れんのってなるじゃないですか。守るんです。クララはね守れるか守れないかじゃないんですよ。守るんですよ。さあ相手のよろしくが来る。君プリンセスの範囲ね舐めてもらっちゃ困るよ。でさウッドでゴーレムの爆破を入れない。待って言うの？お前変なことすんなよ。お前気づけばプリンちゃんプリンちゃん。いや溜まってるんですけど何もできねえんす。延命したい。でさプリン貯める。相手ライトニングとかも呪文ないので。え、ゴレもボッコボコやないかい。気づいたらゴールもボッコボコやないかい言うて。いやマジでねプリンセス爆発強いよね。で気づくとこのプリンが溜まってね。あなたはね敗北です。延命してあげます。まあ1100ちゃっちゃ落とせよって話なんですけど、僕も落としたいんですけどね。変なことできないんですよこれ。落としたいんですけど必死でね守るのに必死なんですよ。いやーライドラちょっとずるいってね。どっからどう考えてもずるいってライドラは。さあプリンちゃん行かれる。え待ってやばいガチやばい。いやこれでもしばきます。いきますからのレッツゴー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 パーティー。いやめっちゃめっちゃめっちゃで一旦下げつつ一旦下げつつもう一回。おい 2.6 のクラン脱退しなさい。あなたおかしいです。全然違います。真逆です。フォグの要素もないし、なんならもう枯渇とかであれ。せめてゴレやないか。ナンシストのクラン入ったね。沼ったんかホグで。まずバルちゃんね暇なのでプリンちゃん。いやマジプリンセススタンプがいいね。使ってるしちょうどいいわ。さあジャイからの何も出さないということはジャイスケラであろう。ジャイプリプリ全部っぱで敗北の。ああなるほどね。いやスケラ来たらガチでリタイアしようかな。うん、いや一旦リタイアだなこれ。ちょっと待って、ごめんなさい。ハシマイプリンもしません。一緒に許してください。ハシマイプリンしないんで許してください。ちょっと待って、やばい。本当にね、やばいやばいやばい。待って、ガチでごめん、本当にごめん。え？おい、耐えてく。耐えた方だな、耐えた方なのか、これは。やべ。俺のタワーが、あー、なるほどね。こういう、まあ、いわゆる、クロロークラでよく言えるヤクザと呼ばれるやつですね。まあ、みかんさんしかそんな呼び方しないけど。まあ、ヤクザプレイヤーもいるわけか。なるほどね。ジャイエリババビザードね。ああ、そういう時見たことなかった。なるほどね。そういう発想もあるんだね。君、頭いいね。しかも、ファイブか。ピンチ。まあ、プリン貯めれれば全然戦えるんですけど、いやーこのプリンをガン無視して来られるのがガチで渋い。端前何のためのプリンやねんと。
いやー、これは逆性ウィザード出してほしいなの。しばきコウモリ。やなのか？ウィザード使ってくれたら熱いね。で、スタートはプリンセス、下に引いて、一旦引いてね。一旦引けば、いやー、さすがにこれは耐えられる。許容ですね。いや、問題は、1個落とせるかどうかっていうところですね、僕。ユーノをね、一回どっかで刺さなきゃいけんすね。あ、ザップもしっかり持ってんやないか。いやー、ガチで、ユーノ、これ、左ジャイ出してほしいな。いや、ミラーユーノだな、これ、絶対。あ、いや、悩む。インフェンタケ取る。取んなくてもいいか。いや、熱い。ユーノ、タワー行け。タワー行け、お前。熱い。ガチ熱い、ガチ熱い。ウッドで、もう一発欲しい。もう一発！いや、マジで、次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 。で、一旦プリン貯める。あの、困ったら一旦プリン置いておくのがね、このデッキの大事なとこですね。プリンのこと、マジでプリン頑張ってくれるんでね。プリン頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。君は頑張れるよ。オーケー、いいね。いいね。さあ、気づいたらね、相手を攻めるのに必死なので、端前で頑張ってるね。このね、お姫様に気づかないんですよ。さあ、1300ですよ。守っていこう。で、困ったら、プリンちゃん。プリンちゃん出して、プリンちゃん出して。もうなんだ、あ、延命できなかった。滑った指が。まあ、そんぐらい。あ、これ、来た。あ、痛いけど。いや、これでも、来たとか言ってなんもねえわ。あ、ランバジャック要はランバジャック端前に、J でした。G でした。いやー、でもプリン出して。いや、結局こういうことだね。よしよしよし。プリンセスをいかに食べれるかっていう。プリンを貯めれば勝てるっていうね。いやー、いいね。しかも逆サイからチョックしてるから。マジで。決まい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 。で、ここで、マジで負けない立ち回りは冷静にプリンを出すんですよ。あー、熱いね。ここの冷静さマジで大事。いやー、しかもこれは？あー、プリン強い。さあ、気づけば逆転。あとはなんかウッドミラーとかしてふざけたことしとけばね。真面目なんですよ。ふざけてないです。マジ、プリン、プリン、ウッドで削りながら、スケコウモリ。これがね、言うのがゴルネだったらね、もっとね、いい感じにプリンを貯めれるんですけど、まあこんななんか、逆に貯めることに精一杯になってると、それはそれちょっと危ないので、しっかりね、縛っていこう。で、後ろに釣ってあげたりしながら、ザップをどこに打ってんだい？あなた。あーもう、はい、負け格の早場です。ディガディガーン。ディガニが取るね。ウッド、端前プリンとかやると、まあ、絶対防げないんだ。オッケー！やば！しょっぱながなんかね、恥ずかしいけど。最終勝てば何でもいいみたいなのがあんね。いや、でもこれね、端前プリン強いんですよ。でも強いんだけど、その、やっぱ普通の枯渇とかのプリンだと、やっぱテスラとか大砲とかがさ、それこそね、最近だとバルキリー盾の選手もあるわけじゃないですか。やっぱ防衛が硬いんですよ。このデッキあのプリンセスがいないと守れないので。ってなった時に、端前プリンは、さては正解じゃなくて不正解なのかもしれない。まあ正解じゃねえんなら不正解しかねえよなっていう話なんですけども、さあこれウッドはもうこんにちはトルネードですね。ありがてえ。さあで、いやディガコーまで行ってみるか。行ってみるとどうなるのか一回検証します。ああ、ギャング型だ。レアですね。いや、めっちゃ、ね、高回転で回してるんですけど、余裕で間に合ってる。さあ、枯渇だ。で、ギャングってことは、あなた、盾の戦士乾燥してないんですねっていうのがちょっとね、見え見えだね。か、ギャングに恋してる。特殊なやつ。まあ、端振りだけ警戒しといて、枯渇か。まあ、枯渇への負け筋は、一生ナイトギャングでディガ拾われて、ロケット削りされるのが敗北かな。多分それ以外だったら、まあ、基本的にトルネットで、相手のダメージはやっぱ刺さんないので、まあ、負けることはそんなないと思う。これ多分ギャングで延命してきますね。どうなんだろう。してこんのかい。しなさい。そこはしなさい。さあ、間に合うの？いや、マジ、ロケ削りっすね。あー、アイスピ来たらやばいね。この、気づかない時に来んね。ね。9割端前プリン警戒してんだけどね。
この警戒しない1割の時に来る、もううまいんですよね。さあ U の右出すとロケットピューン来るので、出すなら左だと8枚プリンですね。よいしょ。ガチで暇だね。なんか結構ゴリゴリに行った方がいいかもね。さあプリン行かれる、端プリ来るね。こんのかい言うて、このね、もう駆け引きですから、枯渇なんて。端プリやるやんないの、いやいいよ、いいよ。もうやばい、負けそうどうしよう。まあ、ディガディガやった方がいいかもね。あ、ウッドがヘッポコすぎる。さあ、いや、そろそろロケ削りしてくんのかな。俺のこの種に気づいたらね、ロケ子が飛んでくるわけですよ。やばい、このプリンの位置。いやー、でもこれは、ギャング咲いてて、ギャング咲いてる時はナイトしかいない。そりゃそう。やばい、めっちゃ、危ない。いや、からの8枚プリン。これガチで熱い。いや、ディガバカ入るやん。いや、ディガ16舐めすぎやで、あんた。知らないでしょ。あ、諦めたかな、これ。いやー、やば。急にね。ディガー2体で一瞬にしてダメージ差開いたわ。オーケーイ。いいね。でも、最後の最後はもうね、ディガプリントリネウッドみたいな。ディガディガプリントリネウッドをやっとくだけみたいな。とかあるんで。まあ、序盤にね、さっきのジャイのね、天才くんね、ああいうのに引かれるとやばい。序盤だから8枚プリンは強いんだけど、冷静で考えるとディガーなのかもしんないね。さあ、インディー、インドラか、まあラバースケラー2択かなと思い、3択エリゴラ。なるほどね。あ、これ矢波だったらやばいな。待って。うわ、やばい。マジで。あ、これ守れません。これ守れないので。やべ。やべえ。矢波警戒でコウモリ高めに出すよかった。バカモン、ガチでバカモンすぎる。さあ、これはまずこっちにね、一回コストを使って。いや、待って。ザップマンのはやばい。聞いてない。ザップマルはやばいね。ちょっと待ってくれ。なんで？いや、これでもプリン残すためにこっち割いた方がいいな。エリゴレはね、コストが重いから、こういうのどっちかしか対応できないんだね。矢の雨ザップはえぐいて。ヤナメザップマジでえぐいね。いやー、いいよ。熱々エリコ間に合わない。熱々。いやー、問題守れんのかな俺折れるのは折れるんだけどね、守れるかどうかなんですね、結局ね。最後に形組んで最強ドーンがエリコレですから、ぶっちゃけ。ああ、最後にじゃなくてもう組んでくるのはね、僕許さないよ。守りたくなっちゃうからね。いやー、いいタイミングで打つすぎる。いや、耐えるだけガチで神。いやー、これ何をミラーするのが正解なのね。ディガーなのかな。いやー、まあやり毒。いやー、コウモリ切ってるのも熱いな。ザップ使う。真ん中よりこれ秒でキングに連れてくわ。5秒。いや、5秒じゃない、どういうこと5秒って意味わかんねえもん、5秒とか言って。もうとりあえずピューンですよ、こんなん。いやー、出さんのかい。思って、なんか勝てそう。ハシブリダブル見て。プリンプリーン、ジュジュー。いや、今さっきトルネでね、なんなら自害するとかだと俺危ない。タワーに入らぬつね、みたいな。オーケー。いや、めっちゃ勝ったわ、今日。やばいね。マジで熱いわ。次からじゃあ58だ。さあ、58行こう、58。せっかくならね。で、この辺の報酬を受け取ると、スケとかウッドがカンストみたいなことにはなんないと。
でマジでクララパス壊れてるんでね、ね、なかなか課金きついよって方も結構ね、クララをガチりたいならマジで600円でほんと1万何円分ぐらいあるので、パスってねガチお得なんでね、他のセールは絶対買わないって決めて月のセールだけ買うとかでも、もう昔と比べたら比になんないぐらいの速度でね、多分ユニレベ上がると思うんでおすすめですね。さあこれは右サイドかどっちかに固めて、片方のリババはね緊急としたいね。そうキングに引っこ抜いてあげて、なので片サイはまあしっかりねやりすぎやろうっちゅうぐらいね、堀下とスケでね、あーなるほどね、ええやんええやん、気持ちええ呪文にな浸ってんな。おい一旦ウッド、あー君も君もそういう感じ、なるほどね、2連ちゃん疲れてんのか、流行りか、変なデッキが流行ってんだな。いやー何が来る、んーそんだけ、ウッド、ウッドですって、わかんないものですね世の中ちょっと待って待って待って、なんでそのね、なんでガチ結構問いたい。エリゴレってさ、矢の雨だけとか、なんだろうな、トルネだけとかなんですよ、普通。なんでさ、しかも小物スペル2枚。えぐいって。いやー、ハッシュプリ行きたい、逆サイ。いやー、ライドラね。もう、いやー、これ結構渋いっすね。僕からしたら。プリンよね。いやーでもいい。タワーに当たんないんじゃね？いや当たるか。プリン頑張ってる。いやーこれゴリゴリいっていいっすね。逆サイもいっていいっすね。スケまでいっていいっすね。いやー本気で、やばい。やばいが、いやー頑張れている。これ食きそうだな。考えてないだろ。やべえ、これプリン近いから、ちょっと危ねえから。さあ。いやー、危ねえ、耐える。いや、これどうする、ちょっとエリゴレ、普通に怖いね。いやー、これ右にライドラつけてほしい。いやー、そんな、なんか、何々してほしいと言ってる場合ちゃう。いや、でも強いプリン。プリンに浸ったところを芝居ていく。で、これプリン感電で行かれるの嫌なんでね。ん？嫌なまで行かれたのいい。いやー、これ、マジで。両サイ結構あるなこれ。なんか普通にこのターン大体折りそうじゃね。一回冷静に、ケツプリンするんですけど、終わったっす。オーケー。いや、いかちいなこのトロタイ。パーティーだ。楽しいっすね。こういうのでも。はい。ということで、またね、こちらのデッキ。いや、乾燥ちょっちょできると熱いね。いや、で、理想はマジで、ゴルナイ乾燥なんですけど、さすがに無理があるかなと思いながらね、はい、引き続き頑張っていきますんで、次回もねお楽しみということで、よければチャンネル登録もねお願いします。ではお疲れ様でした。またね。